ビトゥービー大丈夫ヨルハキハイ 2B のブラックボックス信号は途絶。死亡を確認。状況を共有する。ヨルハキハイ 9S は本日、破損部分の復元・修復が完了。再起動可能状態にある。ヨルハキハイ A2 も再起動予定。提案、ライトの点灯。確認。A2 および 9S 機体の安全の確保。問題ない。ならば残りの課題は一つ。我々はヨルハ支援システム A2 および 9S の機体が稼働するなら随行支援する義務が存在する。同意。 A2 および 9S の位置を表示。それじゃ司令部は行って逃ごう。ここは私が。ダメ、ヨーコ。識別番号 A2 の起動を確認。おはようございます、 A2。なんだお前。私は随行支援ユニットポッド04にヨルハ機体 A2 の射撃支援を担当。そんなこと頼んでない。皇帝、 A2 からの依頼は受けていない。この行動は全随行対象機体の 2B からの最終命令として記録されている。必要ない。ヨルハ機体 A2 にその判断をする権限はない。勝手にしろ。一体何なんだあのでかいのは。不明。役に立たない箱だな。楽しませてくれるんだろうな。要請、ヨルハ機体 A2 の行動目的の開示。なんでいちいちそんなことを。
支援する上で必要な情報と判断。教える理由はない。教えないって言っただろ。随行支援ユニットは対象支援機体の行動目的が開示されない場合、要請プロセスが30秒に一度自動的に実行されることになっている。は？推奨、速やかな行動目的の開示。不必要に会話を繰り返すのはエネルギーの無駄と判断。お前が勝手にやってるんだろう。この場所に入るのはやめて。ヨルハ機体 2B の記録によると、この村の住人は平和主義者であり安全と判断されている。付近の機械生命体のスキャンおよびマーク完了。砂漠地帯に大型の適正機械生命体を感知。推奨、大型機械生命体の破壊。私に命令するな。否定、これは命令ではない。ヨルハ機体 A2 の行動目的に対する支援情報である。推奨、情報に不満がある場合行動目的の更新。うるさいだまで。否定、本支援ユニットはヨルハ機体 2B の最終命令によって行動中。ヨルハ機体 A2 に命令権限は存在しない。勝手にしろ、邪魔するな。了解。どんな敵かと思ったら大したことないわ。否定、敵機械生命体反応健在。なんだこれは。砂漠地帯用に進化した機械生命体と推測。推奨、敵機械生命体の破壊。言われなくても。刀、ビームで倒すか。警告、核融合ユニットの出力を増大させる B モードを危険。攻撃力は増大するが防御力は低下し、
メンテナンスコストも増大する。その証として最新型のモデルからは機能削除されている。旧型モデルで悪かった。警告、危険を感知、 EMP 攻撃推奨、離脱。ここは EMP 攻撃の衝撃によって A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じた模様。じゃあこれは私の記憶領域か。てか何でお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは支援対象機に不具合があった場合内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んで。うるさい！うるさい。ポッド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。
はようございます。 A2 一体夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨、早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。外生命体同士の争い。大変ありがとうございました。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械で、私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。殺さないのですか？うるさい、気が変わらないうちにどこかに行け。
We'll be right back.
警告、ろ過フィルターが破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨、燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。ここはパスカルの管理する平和的な機械生命体のコロニー。機械生命体が多数存在するのは予測の範囲内。疑問、ヨルハキ対 A2 の予測能力。そのうちぶっ壊す。植物の樹皮を採取可能な場所をマーク。報告、平和的機械生命体であるパスカルへの敵意はコスト的に無意味と判断。推奨、早急な友好関係の締結。友好？冗談じゃない。
Thank you.
あの機械生命体のところに行くか。持ってきたぞ。ああ、エーテルさん、ありがとうございます。今からフィルターを作っていきますので待っててください。飛んだ。パスカルの機関を確認。機械生命体を感知。
るところで初めて余計者ではない人間が始まるか。どうもこのニーチェという人間の考えは深いですね。深すぎて私にはまだ変人にしか見えませんが、さて本だけではなく私もこの世界を見て回らないといけませんね。持っていけばいいんだな。聞こえますか、エイトゥーさん。ああ、ちょうどよかった。エイトゥーさん、頼まれていた素材は今。大変なんです、村人たちが。おい、パスカル、どうした？一体、何が？推測、貴重な情報源であるパスカルに問題が発生。推奨、パスカルの村の状態調査。言われなくても。生命体同士が共食いをしてる。ボット、パスカルは通信不能のため確認できず。エーテルさん、どうしたんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが暴走して仲間を襲い始めたのです。子供たちだけが別の場所に逃がしたのですが、他の村人はこのままだとお前も食われるぞ。ここは何とかするから先に逃げろ。エイトゥーさんは、こんな雑魚どもにやられるわけないだろ。さっさと行け。あ、はい。